私との約束破ったよね。いいよ、みんなまとめて呪ってあげるから。呪ってやる。呪ってやる。呪ってやる。マークモデル事務所の真央です。応募動機は、今回事務所のマネージャーからこのお話を聞き、ホラー映画が大好きなので応募させていただきました。遊ぼう。ねえ。遊ぼう。はじめまして、今回オーディションにエントリーしました伊藤博樹です。よろしくお願いします。僕は今福岡県を中心にショーモデルとして活動していて、去年は、まあ、そんなに大きい規模じゃないんですけど、福岡と埼玉と広島のファッションショーに合わせて4本、出演しました。今年は、現時点で雑誌1冊と、2000人規模の、まあ、割と大きいファッションショー1個決まってます。そんな感じでショーモデルとして結構しっかり活動してます。今回オーディションに応募したきっかけは、もともと芸能界にすごく入りたいなって思ってて、まあそれでモデルっていうのをやってきたわけなんですけど、やっぱり芸能界で生きていくためにはモデルやれるだけじゃダメじゃないですか。やっぱり演技ができるとか歌が歌えるとかダンスが上手いとかいろいろあって初めてやっぱ芸能界では輝くものがあると思うので、なんかそういう自分の可能性を広げるために、まあ、今回その映画オーディションに参加して、まあ映画に出て、そのなんだろう、自分の可能性を広げられたらなと思ってエントリーしました。僕は今結構毎日ライブ配信とかやってたりするんで、まあ今回このオーディション合格して映画に出れるってなったら、まあ応援してくださるみんなとかファンの方とかに、決まったよ、いつもありがとう、本当にみんなのおかげだよって言って、あの素晴らしい作品を皆さんにお届けできるように頑張ろうと思います。ぜひよろしくお願いいたします。バイバイ。はじめまして、平島と申します。私はですね、大学時代にギターを4年間しておりまして、でその間にも映画だったりとか、ドラマだったりとか、学生ののにたくさんで出演させていただいております。そうですね。あとは乗馬とかお掃除がすごく得意で、特に掃除はすごい汚い部屋とかを片付けるときに呼ばれたりとかします。演技の方に関しても、他の人よりかは、その、かなり、飛び抜けてるねって言われたことはあります。なので、よろしくお願いします。で、今回のオーディションにつきましては、そうですね。このオーディションを機に、一歩、ステップアップ、夢へ近づけたらなと思います。僕の夢というのが、シンガーソングライターだったりとか、俳優さん、影響力のある俳優さんになって、皆さんの、そういう、
心を変えたいなと、少しでも変えられたらなという思いで、そういう夢を持ちました。なので今回その夢のために一歩近づけたらなと思って、このオーディションに参加いたしました。もしよければ皆様、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。以上です。こんにちは。私は大学3年生、20歳の高野たつきと申します。私は、このオーディションに応募したきっかけとしては、昨年から、映画やドラマ、歌手とか様々な分野で活躍したいと思っていて、いろいろ5、60社ぐらいこれまでオーディションに申し込んでいます。で、まだ、どこにもオーディション、所属はしておらず、学校も理学療法士の資格を取るために学校に通っていて、週に2回ほど、バイトをしています。で、私は、その先ほども言ったように映画やドラマに出たいと思う、強くやる気だけはあるので、いろんな方にご指導いただきながら、いろんな、その、ドラマに出演したいなと思ってご応募いたしました。おととしに芸能界に入ろうと思い、このように、一冊のノートを書きました。この中には、失礼いたしました。この中には、雑誌の表紙を飾りたいとか、自分が普段思っていることを、ずっと頭で、思ってても忘れてしまうので、こうやってノートに、有名な写真家の皆さんに写真集を出してほしいとか、自分の冠のドラマとか、を持ちたいとか、そういうふうに書いています。で、私が、今、インスタとか、ツイッターとか TikTok にも歌ってる動画を投稿しているんですけども、ここでも一曲披露させてもらいたいと思います。曲は、米津玄師さんのレモンを歌いたいと思います。それでは聴いてください。夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように。古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを最後にあなたは教えてくれた。言えずに隠してた暗い過去もあなたがいなきゃ永遠に暗いまま。きっともうこれ以上傷つくことなどありはしないとわかってる。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い。雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。ありがとうございます。今回は歌詞とか関係な、歌詞とかのこのオーディションは関係ないんですけど、熱意だけはあるので、歌を歌わせていただきました。最後に、何回も言わせてちょっと申し訳ないんですけど、やる気だけはあって、将来歌手やドラマ映画、舞台など幅広く活躍したくて、このオーディションに応募いたしました。ご清聴ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。